四ツ谷でうまいフレンチを食べたいと思ったら、言わずと知れたシェフ三國が奏でるオテルド三國に限る。エントランスを歩いていくと、クリスマスカラーのイルミネーションが出迎えてくれた。席の準備ができるまで、こちらのウェイティングルームで待つことができる。さて、本日のメニュー、いかなるものだろうか。料理の素材を選ぶとき、その素材の生まれ育ちが気になるとシェフ三國は語る。取れた畑、海などの環境や生産者のことを知ってこそ、素材本来の味が理解できるのだと。そんな三國が奏でる料理が楽しみで仕方がない。プレートにはシェフ三國からのメッセージが書かれている。ドリンクはいつものカシストニック。これがうまい。一品目は手前が自家製サーモンマリネとイクラ、そして奥がマグロの赤身とキャビアのマリアージュである。これがまた艶やかでうまい。パンの焼き加減も絶妙である。中がしっとり、ついついバターを多く塗ってしまう。二品目は古典的な伊勢海老のビスク。伊勢海老の頭、そしてクリームに金粉がふんだんに飾られている。ここにスープが注がれてくる。三品目は韓国産エゾアワビのステーキ。カリフラワーをライスに見立てたものが添えられている。このアワビ絶品。4品目は世界一美味しいシャポンの黒トリュフ包み、トリュフヌイユあえである。シャポンとは巨星鳥のこと、ヌイユとは麺のことを指す。ここまでトリュフ三昧なのに、なんとも上品な香りと味が漂う。これはうまい。
品目はサンマルセランのお二人のために、濃厚なチーズがシュトレーンに絡む。これはたまらないな。本日のデザートはガトーノエル、タルトフランボワーズ、ジェトレドクス、コテンバリブレスト、マンゴーのソルベ、そしてそこに仕掛けが始まる。ドライアイスの煙にイチゴの香りがほんわかと香る。このわずかな香りがたまらない。幻想的なデザートの後はマリー・アントワネットが好んだというお紅茶。ベルサイユ宮殿のリンゴの香りがするそうな。しっかりと料理の味に酔う。そうさせてくれるシェフ三國のテクニックに今宵も酔いしれてしまった。そんな思いを胸にホテル・ド・三國を後にしたいと思う。